なんか楽しそうな感じだったでしょ、うんね、楽しそうに行かないといけないね。自分の目標の先生っていうのがどうしてもこう大学関係の先生しかいなくって、町の巷のいろいろたくさんいらっしゃる先生同士のつながりっていうのも全然ないですし、講座に例えば行ったとしても隣の先生は全然知らない先生で話しかけることもできないですし、もう自分とあのその講座だけの世界だったんですね、うん、それがその藤原先生の講座を聞いて、で自分もこのような生徒を育ててみたいと、このような生徒が育つにはどのようにしたらいいんだろうかというもう素朴な疑問からこのバスチンにそのままつながりました。の講座もあの私だけがもうなんかこう年齢いってて、その分かりがまあ、あの遅いのかなと思ってたら、いろいろお話ししてたらみんなも結局は分かってなかったのか、うん、でこういうことは分かるけどもこういうことは分かんないよねって後から喋ってて自分がホッとすることがいっぱいあったんですよね。じゃあみんな分かってないんだったら分かってない者同士が集まってあの本当に突き詰めて藤原先生みたいになろうと、じゃあきちっと研究会っていうものを立ち上げて1ページずつゆっくりあの自分が学んでいこうって言ったのが、まあ、立ち上げのきっかけです。自分が代表になることによって途中でもう挫折することをやめようと思って自分に責任を課すためにあの代表者になりました。その代表者になったためにあのもうありとあらゆるところに講座にも自分ももう自費でいろいろ行きましたし、自分が一応勉強してもうあの大阪ではバスティンのことだったら森山に聞いてもらったら分かるっていうぐらいまで自分がなろうと思ってあの、まあ、研究会立ち上げたんですね。でも初めの5年間はもういろんな周りのバスティンのもう奥深い勉強を知ることと、それと研究会の運営とで新しい先生に馴染むことと、で自分の全然知らないところにまあ足を踏み込むっていうことで、もう何がないんやらわからない状態でやっぱり5年間過ぎていきましたね。だけどもその中で研究会知ってなかったらやってなかったら知らない先生もいっぱい増えましたし、大阪の先生ももちろんそうですし、全国にもうたくさんの先生ができて、もう何かがあったら電話でもう交流してますから、自分一人が頑張ってるんじゃなくって、代表者は代表者の悩みがあるので代表者同士が連絡を取り合って、まあ、ここまで来れたっていうのが、自分が進んでる道がこれでいいのか悪いのかっていうのがこう迷わずに行けるようになりました。